昔、あるところにとても貧しい村がありました。もともとは豊かな村だったんですが、3年ばかり前に山が火を吹いたので作物が取れなくなってしまったんです。ある時この村に疲れ切ってお腹ペコペコの旅人がやってきました。もう2日も食べていないのでフラフラです。ここの畑のいじけた大根でも、それはそれはごちそうに見えましたが、人の作った作物を盗むほど、この旅人は悪い人ではありませんでした。無駄とは知りながらも、一口の食べ物を求めて、旅人は村の家々の戸を叩きました。バカタレ。庄屋のわしが大根の雑炊しか食えんようなところに物をもらいに来よって、はよ峠の向こうへ行んでしまえ。山向こうじゃバカタレ、灰がふらなんだでたらふく食らってやがるよ。はよ行んでしまえバカタレ。言うとくがの、みちみちわしの畑から大根の一本でも抜いてみろ、ただではおかんぞ。近頃は村のもんもちょくちょくわしの畑から盗み寄るが、みんなひっ捕らえて大感謝送りじゃ。ん？足跡でわかるんだ、足跡でな。作物を台無しにした火山灰じゃが、盗人を捕らえるにはこれほど便利なものはねえ。わかったな、バカタレ。とうとう旅人は村外れで倒れてしまいました。11月の木枯らしが吹いて、夜が冷たくあたりに落ちかかってきました。もうねえだ。おばあさんは自分の夕ご飯を全部旅人にごちそうしてしまったのです。たった一口の葉っぱばかりの雑炊でした。お腹がゴンと、お腹がゴンと、かわいそうにな、あんなもんじゃ足らんかろよ。いやいや、とんでもない、たっぷりとごちそう。お腹のやつがどうもすまないことで。この哀れな旅人に、あと一口でも何か食べさせてやりたいとおばあさんは思いましたが、もうこの家には何一つ食べるものはありませんでした。
しょうがねえだ。私だけが食べておいて恥ずかしいことだが。振り見ろ。お前が辛抱が足らないからとうとうおばあさんを怒らしちまった。それにしても腹が減ったな。ちゃんと食え。味噌でもあればいいが、まあいいじゃな。おばあさん、ありがたく頂戴いたしますよ。むしゃむしゃむしゃ、おいしい。むしゃむしゃ、ありがてー。ガツガツ。次の朝早く、まだ夜も明けぬうちに、なぜかおばあさんは疲れて眠りこけている旅人を起こし、早々に旅立たせるのでした。本当に世話になりましたな。大変なご馳走になってしまった。何の気なしに地面を見た旅人はハッとしました。おばあさんの足跡があの意地悪な庄屋の畑の方に続いているではありませんか。おばあさん。余計なことは気にせんでええから、早う山を越えるんじゃ。それでもおばあさん。旅人の足は震えていました。明け方の寒さのせいばかりではありません。気の小さい旅人は後のことを考えないようにして夢中で道を急ぎました。その頃、早起きの庄屋はこのところお決まりの畑の見回りに出ていました。いや、また誰か盗みやがった。いまいましい。今日はどこのドイツじゃ。寒い。ひっ捕らえるのは日の出るまで待つとするか。どうせ足跡は消えやせんからな。確かにその足跡はおばあさんの家に続いていました。夜が明ければきっと代官所の役人を連れた庄屋がどやどやとやってくることでしょう。さて、大官所も起きた頃じゃろ。おい、行ってくるぞ。いや、雪じゃ。雪で足跡が消えちまった。誰が降らせた雪なのでしょう。
雪にはまだ一月も早いのに、そして空には星が出ていたはずなのに。真っ白な雪が静かに静かに降り続くのです。もう足跡も見えません。